この階層マジ懐かしいな本当にマジエモいなこういう音楽。あ、もうこれフィールドにウサギいるとさ、もうとっさに借りたくなんだけどマジでこれ。いやルールはこれ覚醒ありなのかな、ちょっと聞いてみようかな。こういうねレース系のイベントって前あの覚醒禁止っていうルールがあったんですけど、これをやるとなんかサバが重くなってえらいことになるらしいんで、あの覚醒禁止っていうことになりました。ちょっとね、うん、今昔ねちょっとね俺そのレース系のあのイベントに参加したことあって、これみんな名前移した方がいいかな、なんか名前移さない方がいいのかな、こういうのって。でも名前普通に出てるもんね、これみんなチャットで。もう映した方が分かりやすいし、これ思い出になるし、こうした方がいいかな。うん。太郎太郎さん。1位の人は自己申告ってなんだよ。どういうルールやねん、マジで。やば。3周すんだっけ、これ。スタート地点が、ここがスタート地点なのか。ここだね。だから、これを、右回りだっけ？あれ？こっち回り？あ、こっちだよね。多分こっち回りだね。だから、この、こう行って、って感じだと思う。知らんけど。ちょっと王冠で行きます、今回俺。これね、3分らしいんだけどね。あ、これ変身すると名前消えるんだ。ウサギの種類は多分指定ないでしょ、これは。これウサギの種類によって、これスピード変わんのかな?67 回目らしいです。わからんけど。準備、OK。OK。ちょっとレース途中で変身解けると嫌なんで、ちょっと変身し直しました。緊張の瞬間です。これ、ちょっと出遅れた。スタンプ押したら始まりらしいんだけど、ちょっと出遅れましたね。お、なんか、花火を上げてる人がいましたけれども。こっちか。お、今のところ、勝ってはいるけど、SP 管理が大事ですね。一度あの SP を使い果たしたら、あの完全に SP が回復するまでしっかり待った方がいいですね。これはあの本当に普通の狩りの時でも重要で、この SP 管理っていうのが。で次ようやく2周目になりますけど、今のところ俺1位なのかな、1位でいいのかな。これさ、俺めっちゃ大差ついてんだけど笑うんですけど、これでで回復したらこれもういっちゃいますね。これ俺勝ってんじゃね俺1位でいいの。俺1位これ俺1位じゃねちゃう周回遅れじゃんこの人たちこれ俺1位でええんじゃね、これもう動画が証明でしょこれは。まあ別にあの景品とかないだろうけど、まあ一応これは動画で証明できたんじゃないかなと思いますなんか俺1位になっちゃったなんでや、50目に入るこれみんな何をしてレースではなくなってる、もう50目に入ってる前に2匹いたどこがトップだか分かんなくなってる戦闘集団が早すぎるお、なんか手振ってくれましたね。まあもうわけわかんないことになっちゃったこんなウサギのレースねできることなんてなかなかないよね。あ、終わっちゃった。
変身解けたら終わりなのかな。これね、毎年ね、多分ね、エイプリルフール復刻イベントみたいな感じでできると思うんで、まあ、このアイテムはね、5月15日までなんですけど、まあ、またね、毎年ね、できる機会があると思います。こういうのね、常設してほしいけどね。大変なのかな、バグの修正とか。よくわかんないけどね。4、5周した。な、あ、今のは何？練習です、みたいな。なるほど。わ、なんか誰か格闘してるぞ。誰か戦闘してる。倒した。なんで？あ、今の練習だったの？これ。俺本番だと思って頑張ったんやけど。1位になった人は変身ときましょう。あー、なるほど。スタート地点がそもそもどこなのかっていう。どこなのこれ。スタート地点、正確なスタート、あ、この何、このサボテンを、これを目印に。あー、なるほど、さすが考えたな。これね、こっちじゃなくてこっちのサボテンですね。オッケーオッケーオッケー。いいね、こういうさ、なんか個人でこう、ルール考えてやるこうゲームってね、いいよね。なんか自分たちでこうさ、どう楽しめるかって考えるのがなんかいいよね。あ、ついに本番来ますね。3周ね。ちょっとこれあれ、本気出す場合、これずっとこの地図見て、このさ、正確にこのさ、内側をさ、走るっていうのをやることになると思うんだけど、これだよね、このさ、マップ上のこの点だよね、この点、この丸ポチ、これが多分サボテンなんで、ちょっと、まあ、本気で本気なのか分からんけど、ちょっとなるべくこう内側からスタートしたいので、ちょ、みんな向こうに並んでるけど、俺はもうちょっと頑張るんで、これ3周目入ったら変身ときます。で、これね、マップ見ながらやると、みんながどう動くか、なんかね、うじゃうじゃしてんのがね、見れると思うんで、これはこれで面白いと思うんで、まあ、ちょっとこれでやってみようかなと。よし、準備いいですかっていうので、ちょっと今王冠になり直しました。セネドラさんのスタンプが出たらスタートです。あれ、いいんだよね、今出たんでスタートです。ちょっと本気出します。これ内側見ながら、今 SP ゲージが、ちょっとこのマップ見ながらさらに SP ゲージまで確認するってなると、ちょっと、厳しいかな。1周目来ましたね。で、SP が残り14か。18、6、4、2、1。で、1回休ませます。これでクールタイムですね。で、100になった瞬間、走行を再開します。で、これで2周目ですね。で、次3周目になったら変身ときます。これで1位になれるか。あ、ちょっとこのデコボコんとこは行かない方が良かったかな。これ次3周目か。いけるか。いけるか。これ3周目でいいんだよね。誰が何番かわからん。変身といてって、あ、わかったのに。なんか頑張ったんだけど頑張ったら1位になってしまった。ウサギ状態でステップ有効になったのか。
そもそも、そもそもそこ。ただね、ちょっとね、今回ね、あのコースの取り方が甘かったんで、このさ、ちょっと内側にへこんでる部分あるじゃん。これをへこんでる時も内側にするんじゃなくて、あのこの出っ張ってるところからこの出っ張ってるところまでちょっと直線で行った方が良かったね。このへこんでる部分までちょっと内側にさ、あのくっついてこう密着していくのはちょっと効率悪かったなって思いますね。おめでとうセネドラさん、3位か。おめでとう。ドゥルルルちゃん。これね、最近さ、こういうさ、花火とかさ、このウサギもそうだけどさ、なんか新しいの出たよね。知ってるかな、このさ、復帰生の方は。あの、今ね、これハロウィンに配られたね、あの、花火があって、パンプキンが出てくるんすよ、これ。なんかこういうさ、なんか小賢しい小ネタみたいなのをね、開発っていうか、出てきてるんですよ、実は。今はね、なんかね、こんなね、ウサギになれるアイテムとか出ちゃってね。2位はね、シシャモンさんですね。おめでとうございます。クロニョルさんが3位だったのかな。これ第67回ってまだ言ってる、これ。いや、67回やったことになってるけど、これ。栄光の優勝者はフルルルルラワフフジャンドゥルルルジャン。わからんわからんウケるわからんもじきさんなの優勝じゃなくて優秀になってはじめまして、はじめまして、はじめまして、ありがとうなんか1位になっちゃって、1位でいいんだよね。1位、いや、明らか1位だったな。うん。ありがとう。みんなで持ち行き最強って。じゃあね、ちょっとね、真面目にやりすぎて、ちょっとね、ガチで、ガチで効率とか、ガチでやったのか、あれは。ちょ、効率とか考えなく。もうちょっとガチでやると、ほんのね、このデコボコ具合関係なしで、ここら辺、直線で突っ切ってっていう感じが良かったんだけどね。このね、デコボコ具合もね、このレースの、差を分けるポイントになってて、これいいゲームでしたね。ルールというか。やっぱね、こういうね、なんかみんなのこの名前が残るっていうのが、これ後になってすごいエモいというか良くて、なんか、名前これ映んないようにするとね、まあ、誰だかなんかなんとなくわかんだけどね、なんか違うんだよ、やっぱこうやって名前が、映像に映るとね。やっぱね、昔撮ったこう、まあこれは違うレースだけど、昔違うレースのね、個人イベントに参加したことがあって、で、やっぱね、やっぱ人の名前映ってるから、公開しないでおいたんだけど、後になってやっぱね、名前映ってると、その引退した人とかが、なんかその、後になって映ってたりして、あ、この頃こういう人いたよね、みたいな。それがね、見てて、こう、楽しいというか。ありがとうございます。なんか、おじき最強ってなんか、なんか宗教っぽくなってる。ちょっと怖い。いや、めっちゃありがたいんだけど。いや、ありがとう。なんか、唱えよとか言ってる。怖いよ。無茶ぶりインタビュー。インタビューっすか。どう答えよう。よかった。2位で、笑い。今回、怪我をしての出場でしたが、いかがだったでしょうか。今回怪我をしての出場でしたが、ここまで来られたのも、今まで支えてくださった方々、並びに PTA の方々のお力添えがあったからこその優勝だったと思います。ありがとうございます。
謎のドラマが全米が泣いたなんなんこれいや、皆さんのおかげでね、ここまで来れたんでね、本当にね、ありがとうございましたなんかこれ、俺だけが、あ、そっか、一人だけなんだっけ、なるんだっけ、これ一人だけ王冠になるんだっけ、これこれなんか、食われるやつ、囲むかこれ誰が誰だかわからんくね。あれ、これ囲みましょうって、これどこ行けばええのあ、これか、囲むってこういう感じか。ありがとうございます。なんかラムネさんだけなんかあ、おめでとう、ありがとうラムネさんだけ返信しない、なぜか。めっちゃなんかゴキブリじゃないけど、違う、ゴキブリって言ったら失礼か。なんか王冠増えてきたあ、なんかマーメイドもなんかこっち移りに来てる。ウサギと言ったら47層、なるほど。なんかこう終わったので、またスクショ撮るみたいですね。なんだこれ、なんだこれ、なんだ、な、な、な、めちゃくちゃ点滅するんですけど何これ、やばいよ。何これ、ソウルソサエティ、何これ、なんやねんこれやばいよ。黒線誰か打ちまくってる、これ。お知らせ開くと治るんだ、これ治ったまあ、うさ耳つけましょうということなんで、あれだな、これうさぎうさぎのこれだな、これにしよう。優勝者はうさ耳の K ですってなったんで、ちょっとうさ耳うさぎになりました、ちょっとうさぎに耳つけてって言われたんだけど、耳つけました、これうさ耳ってどれだ、これアバター全然持ってないんだよね。これか、とりあえずうさ耳つけてみたけど、あ、これ変身すんの、これな、頑張ってスクショしようとしてた、これ。あ、これ変身してもビューモード続いたままなんだ。へえ、これすごいね。なんかうさぎ口パクパクしてるよ、ずっと。これもう誰が誰かわからん、マジでおお、戻るときもうなんかおもろいな。この人間に戻る音、オイル缶叩く音に似てるオイル缶？あれだな、死者もさ、これ背中で語る系のやつだな、かっこいいな。お、みんな楽しかったって言ってますね、よかった、ありがとうございました。いやー、なんかね、ほんとね、俺もね、楽しかったです、このなんかウサギになってレースするゲーム。またなんかね、企画してくれるみたいなんでね、またなんかそういう告知みたいなのがあったら、ぜひ皆さんもね、よかったら参加してみてください。皆さんお疲れ様でした。なんか告知するらしい、ちょっと眠くなってきた。なんだ、14日、四季さんのお茶会というスクショ会があります。なるほど、動画で告知をしてもらいたいっていう感じなのかな、わからんけど、ツイッターで告知出してくださってますんで、皆さんどうぞ、四季さんという方のね、四季のお茶会だっけ、なんかそういう名前の集まりがあって、なんかみんなで集まってワイワイしたいみたいな、多分、ね、なんか雑談中心なんじゃないかな、確かそんな感じだった気がするんで、みんなぜひね、参加してみてください。22時半からだそうです、よろしくお願いいたします。シシャモンさん、どこかで詩を披露するらしいです行こっか、一番の証拠取られたいいのかな、これ。ありがとうございました。